はい、今回はネタ会ネタ会ちょっとね面白いやつもリプレイもあるのでそちらを紹介というか、まあ、していこうかと思います。まずこれつうかまああるあるなんですけど、さあリトルマックといえば、まあ、どうなるかなんかなんとなく見当はつくかもしれないけど、あこのデデでは弟です。リトルマックマック頑張ってさあ早速一気にマックが悲しいことで終わり、マックマック早いノーダメで終了。23秒、これは結構な記録じゃないと思わせて、それを超える記録が出ました。皆さんの最速は何秒でしょうか。自殺なしでマジで普通に戦って最速で、はい出たマーク悲しい。ここの熱したすまでね、あるあるだよね。ああマックマック頑張れマックということでこの最速はじゃん19秒。これ超える人いますか普通にガチで戦って、相手全然わざとじゃないしそれでこの19秒。おっと2分しか経ってないのにもう2つリプレイが終わってしまったよ持つかこれ。あとネタ、まあ速さとしてはこんなもんなんですけど、あとまあこれもちょっとねマックあるあるとしてもうマックといえば悲惨なことが多いけど、おっと怪しい、飲み込まれた。マック頑張れ。はい、カビキックでなんとか吹き出て、なんとカービィの復帰に勝つという。いやでもね吸い込みはね、マックに吸い込みは吸い込んで落ちるのは有効だと。マックぐらいだよねこんな復帰できないの。あとミート多分。さあマックが一気に優勢になって、普通にカービィそこそこできて、おっとまた狙った、また狙った。しかしマック頑張って復帰する。おっとまた口を開けているカービィ氏。あビー貯めてみたら悲しいことになった。やたら吸い込みたがるカービィですよね。さあ KO を決めたいマック、悲しい。マックあーもうこれはうまいこれはうまいって思った。空中でねマックを吸い込み、さあまたやられた。マックカビキックして復帰しようと思ったけど届かず。あだから吸い込み戦法初めて食らったからこれはいいなと思っていや自分カービィ使わないけど、カービィだいぶ見なくなった気がする。はいまたマックマックネタが多いな、ネタ界として最適マック。さあマックリケファイヤー下投げ、空横リケファイヤーメテオこの一連の動作もう自分マックだけど笑っちゃったこれうめえっつって、何もうなんか過去最高で連続コンボ決められたと思うんだけど、あれ何連続いっただろう。ネスコンボ決めやすいのかな。さあマックの逆襲、当たらず。マック
これ普通に届くと思ったんだけど悲しい。いやだからね、マックはダメだよガチ部屋でマックは難しい。もうなんか運だわ。負けるときは一瞬で負けるし、勝つときも一瞬で勝つけど、まあ、ちょっとここまでマックひどかったんで、マックが煽った結果ってタイトルになってるけど、マックがちょっと勝つ姿も見せてあげましょうかわいそすぎるんで。マック、おっとカウンターのタイミングが合わない。おっとカウンターのタイミングが合わない。マック、そしてアピールして煽られる。これ逃げ気としたマック、いや自分だけど復讐してやろうとひたすらスマッシュを決めていく。ハイパーサンドバッグガノンさんだよこれ。はい、一瞬で終わるガノンもサンドバッグとしてなんか一番多いんじゃないかな。なんかいやだからね、煽りはね良くないよ。いざ、いやまあ煽りじゃなくて普通にやったぜって感じでアピールしたのかもしんないけど煽った結果こんなボコボコされる気分はどうですかアピールしてこのざまってなんか悲しくなるよね。はい、ガノンさん頑張って。ガノンも吹き悲しい。はい、いきなり決めてアピールしたと思ったら一瞬でこれですまあマックが強いのもあるけどね、煽ると、煽ってこの負けた後の気持ちどうなんだろうってだからアピール結構勇気いると思うんだけどな。やばい、マックだと早い。結構リプレイやったと思うのにまだ全然時間が経ってない。じゃこれかかってきたってやつでちょっと煽りに関連してってことなんですけど、さあフォックスかかってこい、かかってきた日常的にアピールする人なのかな。最近はだいぶアピール減りましたよね。いまだにまあ多少いるけど、やっぱ全然ね別にアピールはいいんだけど、なぜかやっぱどうしても嫌われてしまう傾向があるので、あえてするべきではないでしょうと思うね。特にディディとかね、なんかディディのアピール率がすごい高い気がするんだけど、ディディ使ってさ、なんか頑張って頑張って戦ってんのに、超強キャラ相手、強キャラディディに頑張ってちまちま戦ってるのに、なんかね、下投げ、上、キャ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 とか言ってもう超ムカつくディディ嫌い。でまあフォックス戦、このフォックス戦は普通に戦いが繰り広げられておりますが、ゼルダが優勢で掴めない。さあスマッシュ決めて、これうまいこの B 全部当たったのうまって思った。スマッシュが当たらない。飛ばす、この上にかかってくんのいいよね、ファントムの。さあゼルダ2択いけるか。これは見て当たらない。スマッシュ決める、かかってこい、アピール1回、かかってこい、アピール2回、めっちゃアピールした。はいドーンこれどうよ、なんでこんなかかってこいってアピールしてこんなすぐやられちゃうの。何がしたかったのこのアピールは。アピール3回しかできないじゃないですか多分、確か一つの試合で。全部かかってこい、ちゃんと決めてかかってこいって言った後には綺麗にやられてくっていう、この何悲しい狐さん。
まあいいんだけど、アピールはなんかどうですかこれ。ってことでおすすめはしません。自分もねアピールはあんまりしない。予想以上に早いぞまだ10分しか経ってないか。ネタはもうそんなない。あ、もうなくなっちゃったな。じゃあちょっとここから普通にガチで、どこまで見たかわかんないな。じゃあワリオで。ワリオはなんか多分動画の中では全然出てきてないと思う。すごい癖あるキャラだからね。ワリオ使おうと思ったら結構練習が必要だと思う。そんな中ワリオを使うっていうのはなんかね、キャラクター的にもなんかちょっと人気ない感じだしね。一応敵というかなんかあれだし。でもキャラクターのランク的にはすごい上で、使いこなせれば強いっていう感じだから、本当の格ゲー好きぐらいしか使わないんじゃないかな、ワリオ。まああと小学生とか好きなのかなワリオ。うまい。全然戻らせてくれない。ガキ際でめっちゃ攻めてくるワリオ。村人ね、ワリオに対してはすごい有利なんですよね。あのバイク取ったらワリオ出せなくなるんで。復帰も悲しいことになるし、だいぶ有利なんだけど、対等に戦ってくるこのマリオ。このね、つかみじゃないや、 B のなんていうの、噛む、食べるかなんかしないけど、それがガード削るし、すごい強いんだよね。あと前投げもバースト地味にあるし、これうまい。空下ちゃんと決めてくる村人はバイク取りたいけど取れない。ハニは食べられる。バイク取れない。ちょっとバイク取ろうと意識しすぎた感はあるかもしれないな。さあキーを生やせない。捕まれる。そろそろワリオのおならが溜まってるので気をつけたいところ。さあバイクは取れない。バーストもできない。もう起きてできたところに合わせてくるから、はい、うまい。多分ハニワ出しすぎてそれを読んだのか、ちょうどその位置におなら合わせて一瞬で散りました。似たてですね。このワリオはうまい。ワリオね、めったに見ないけど、そのワリオ使ってくる人はすっごいうまいだから本当に使える人だけが使ってるイメージあるな。本当は有利のはずなんだけど、この方は B よりつかみを優先してくる気がするな。当たらない。あと空中での横移動のできやすさが異常だよね。あ、ちなみに自分はワリオはもう全然全く使わない。なんか使う気にもすらなれないすごい癖ありすぎて難しい。使わないキャラトップ5入りはするわ。ボーリングも全然決まらない。
この空下がヨッシーみたいでね、地味に強いね。はい、崖2回捕まってしまい、見事にスマッシュでやられる。そう、多分村人だからだと思うけど、バイクを使いすぎないよね。他のキャラ使ってたら多分バイクもっとぶっ放してきたと思うけど、村人に取られて復帰できなくなるのを恐れてバイク控えめで来てると思います。さあ、またやつが溜まった。さすがに2連続では決められたくないが、それよりダメージの差がやばい。さっきからなかなかバーストできないマリオ。これちょこまか動くやつ、何でバーストするのがいいんだろうな。一番うまい。ぶっ飛んだ。これハニーを使ってれば多分防げたかもしれないな。バーストするの勢いが止まって、何してもちゃんと狙ってね。2連続でもこれ当てられたらもう村人ひとたまりもないよ、もう。ってことでワリオガチで、いや、これはもう正真正銘のガチでしょ。こんな使えるワリオはめったに見ない。だいぶ減ったな。じゃあラストぐらいかな。ちょっとまた毒マリなんですけど、前にも毒マリあげた気がするけど、これも珍しい。毒マリ使えると思って取りました。マリオにはめっちゃね勝率自分悪いんだけど、毒マリはっていうか毒マリ出てきすらしないから。やっぱこのトルネードが強いのかな。トルネードをよく使う。あと空母、うまい。このビーウェ、うまい。この BA ちょうどここに合わせてきて、カプセル、頑張るビヒトトレーナー、なかなかしぶとい。うまい。もう3回同じことに食らったんだ。さすがに気をつけてたと思うんだけどね、ちょうど合わせられて。だから B 上も毒マリの場合は有効なのかね。あと空母がやたらうまいんだけど、また B 上。学習しろよって思うんだけどね、我ながら。なんか難しい。そして空母の出しが早すぎる。1機ぐらいバーストできるよな、さすがに。これドクマリに似たてはまずいよ。あ、倒した、よかったよかった。ドクマリはマジですごい。っていうか、どうして使おうとか思うんですかね、これ。あ、ビーベよく見たら逆にやってるな、これ。このスマブラの新作のキャラ一覧が分かったときに、一番なんか誰得感があった気がする。毒マリ。毒マリ増やすならロイだろうとかどんだけ言われてたことか。まあでもロイは最近のゲームには出てないのかな。まあ、毒マリってあの最近撲滅だけだよね。最近撲滅だっけ、なんつーの。はい、読まれた。スマッシュ吹っ飛ぶ。この毒マリはすごい。どんだけ毒マリやってんだろうねって感じ。よし、そろそろちょうど20分ぐらいかな。でちょうどいいので、っていうかネタ
ネタのやつが一瞬すぎてこんなにリプレイ消化すると思わなかった。そう、リプレイはなんか動画、大会動画とか探せばいくらでもガチではいるんで、あと10以内にはシリーズ終了にしようとは思ってます。っていうかもうマジネタないじゃん。ここら辺はまあ最近普通な気がするし、どうしよう。あ、一気に消化しちゃったリプレイ。まあいいや、多分もう少しで終わると思います、リプレイは。じゃあまあ今回はこんぐらいで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。